はい、どうも皆さんこんにちは、ふみです。最近よく生放送で CSGO をやっているんですが、コメントでよく CSGO がうまくなれないとか、あと、階級が上がらないっていう人が多いので、今回はちょっと動画の趣旨を変えて、初心者向けにどうしたら CSGO がうまくなれるかっていうのを説明していきたいと思います。一応、今回の動画は初心者向けなので、基礎はできてるなっていうふうに思う人はパート2からの動画を見ることをお勧めします。では早速本題に入っていきましょう。まず初心者にある根本的な間違いから見直していきましょう。皆さん FPS をやっている環境っていうのは、ちゃんと整っているでしょうか。サッカーをするときにジーンズと長靴でやるととてもやりづらいのと同じで、 FPS も、環境が整っていないと本領を発揮することができません。といっても、どうすればいいかはわからないっていう方多いと思うので、とりあえず必要なものから紹介していきたいと思います。必要なのは上記の3つです。十分なスペックのパソコン、そして安定している回線、で最後にヘッドホン、そしてゲーミングマウスですね。十分なスペックのパソコンっていうのは言うまでもなく、どのゲームでもカクカクしていてはまともにプレイできませんよね。で特に FPS のような一瞬の、ラグが勝敗にかかってくるようなゲームでは、スペックの悪いパソコンでプレイするっていうのは、ぶっちゃけ論外なんですよ。で、続いて安定している回線ですね。これは決して高いルーターとかいい回線を契約していなければならないっていうわけではなくて、それなりの速度が出てて安定、だからいつもその速度が出ていれば問題ないです。結論を言うと LAN ケーブルでつなげちゃえばもうそれで OK ですね。最後はヘッドホン、そしてゲーミングマウス、つまり周辺機器ですね。これはまた後ほどの動画で説明しますが、CSGO っていうのはとても足音を聞くのが重要なので、スピーカーなどの聞き取りにくい周辺機器でプレイするととても不利になってしまいます。また他のチームメイトなどと通話をつなげてプレイする際にも、自分のゲーム音が通話に流れて、チームメイトのなんていうのかな、迷惑にもなってしまうので、この場合はヘッドホンまたはイヤホンを使ってください。ゲーミングマウスに関しては本当に必要なのかなって思う方も多いと思いますが、ぶっちゃけ言って必要です。いくらね、ボット打ちとかでエイムを鍛えたりしても、500円のボール式マウスとか使ってたら結局は意味がないので、かといってゲーミングマウスなら何でもいいっていうわけじゃないので、決してレーザーのナーガとかでプレイしないようにしてください。個人的におすすめなのはレーザーのデスアッターですね。ステマじゃないです。これは必須ではないんですが、もっとあるといいものも紹介しておきます。広い机とでっかいマウスパッド、そしてゲーミングモニター、144Hz ですね。机と、でっかいマウスパッドを持っている人っていうのは、利点としては感度を低めに設定することができるんですよ。で、後ほど説明しますが、感度は低めの設定にしておいた方がエイムがすごい綺麗になります。でゲーミングモニターに関しては 144Hz のものがあるととてもいいです。初心者のうちは 60Hz でも問題ないんですけど、60Hz と 144Hz のモニターを使うのでは、すごい反応速度とかが結構大幅に変わってきます。さて、必要なものも揃ったところで、今度はソフトウェアの環境を見直していきましょう。あなたの周辺機器の設定はちゃんと行われているのでしょうか。これが初心者が陥る第2の落とし穴と言えます。まずはマウス感度を見ていきましょう。あなたは自分に合った感度がどれくらいか把握しているでしょうか。大体の人は自分に合った感度がいまいちよくわからないと思います。なので今回は自分なりの感度の調整方法をご紹介したいと思います。まず概要欄に貼ってあるリンクから Aimbots というマップをサブスクライブし、ボットの頭にクロスヘアを合わせて、左右に動いてみてください。大体エイムが頭に合っていれば、それは感度があなたに適している証拠です。逆に頭からよくエイムがずれてしまう人は、感度が高すぎるまたは低すぎる可能性があるので、自分なりに調整してみてください。ちなみにウプ主はマウスパッドが狭いので、感度は少し高めの 800dpi です。次に、CSGO のオプションからオーディオ設定を開き、ステレオヘッドフォンズ HRTF が選択されていることを確認しましょう。先ほども説明しましたが、 CSGO は音を聞くのがとても重要なゲームです。この設定にすることにより音が少しリアルになり、相手との距離感を把握しやすくなります。最後にクロスヘアを変えてみましょう。これは正直言ってお好みです。デフォルトのクロスヘアで GE に上がった人も何人か知っているのでですが、ほとんどのプロプレイヤーは静的設定にされているカスタムクロスヘアを使っているので、カスタムクロスヘアを使うことをお勧めします。概要欄に貼ってあるクロスヘアジェネレーターというマップを Aimbots と同じようにサブスクライブしてください。入ると正面に自分でクロスヘアをカスタマイズすることができるグイがあり、後ろにはプロの使用しているクロスヘア一覧があります。ここからお好みのクロスヘアを選び、自分なりにカスタマイズしてみるといいでしょう。さて、ここからが重要です。環境は整いました。ではその後どうしたらいいのでしょう。まず FPS で切っても切り離せないものはエイムです。正直に言ってしまうと、エイムさえあれば野場から上がれないということはないです。ならどうしたらエイムは鍛えられるのでしょうか。その答えはズバリボット打ちです。自分はおそらくプレイ時間の4分の1はボット打ちしています。つまり、今まで631時間30分、約27日間寝ずにボットを打ち続けていたということになります。というとね、ガチ勢怖えって思う人はいるかもしれませんが、実際そんなに難しいことでもありません。普通にマッチメイキングを行く前、だから試合前ですねに10分から15分ぐらいボット打ちするだけでいいんですよ。最初はむしろ当たんなくなったって感じるかもしれませんが、続けていれば確実にエイムは良くなります。もしそれでも当たっている気がしないという人は、ボット打ちをした後にデスマッチに行って、頭を狙う練習をしてみてください。続いて、CSGO 特有のリコイルですね。中級者ぐらいになってくるとリコイル練習をめっちゃやる人がいるんですが、ぶっちゃけそんなにしなくてもいいと思います。エイムが良くなれば自然と10発以内で頭に当てられるようになるので、下にクロスヘアを下げるだけで敵は殺せます。なので、リコイルが全くできない人は縦のリコイルだけとりあえずできるようになりましょう。さて、初心者にあまり詰め込んでも仕方ないので、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。もし好評であれば続編も作ろうと思うので、高評価、コメント、そしてチャンネル登録お願いします。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。